はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 とということで、えー、ちょっと間が空いてしまいましたが先週金曜日の毎週6時からは BSNHK で「少年クラブという番組が放送されておりましてそこで SixTONES がですね発売されたばかりの新曲「g o o d トラックのパフォーマンスをしているということでいつものようにビデオを撮っているやつを全然言えなかったいつものようにビデオに撮っているやつをですね今グーッと頭からストーンズのところに早送こりしていったところ49分56秒のところまで来たらどうやらクロススーツの6人が一瞬出てきましたので少し戻して一時停止今河合君がですね視界、えー、をしてマイクを持っているところで一時停止しておりますけれども噂によると 昨日のね、ミュージックステーションのテレビサイトと違ってフルで歌ってるような噂を一応聞いておりますけれども本当かどうか分かりませんが今からいつものように初見で見させていただきたいと思いますそれでは早速いきましょう「ザ少年クラブ、11月の、えー、34日放送分になりますね49分56秒ストーンズ登場のところからいってみましょう再生ポンさあかやくんさあ「マイエをテーマに 送りしてる少年クラブゴーイングマイウェイなストーンズの皆さんです。なんか5人しかいないよ、一緒。あ、いたいた。ジュリ君後ろにいた。どうも、ゴーイングマイウェイです。よろしくお願いします。違うよ、ジュリ君名前が違います。と。早速、難しい質問。河合つもこう淡々としてね。この中で一番、ゴーイングマイウェイな人は誰なのか。マジな話。どういう定義我が道を行く、北斗君がね。我が道を行くっていう人を指さしてください。せーの。 みんなで指さして、ジェシー、ジェシーくん自分でも指さしてます。で、コーチくんは俺かな、ジェシーくん自分。北斗くんもすごいキンキラキンの時計してますね、ジェシーくん。ジュリーくんはジェシーくん。シン太郎ースとジ、ジュリーくんは慎太郎くんを指して。ジェシーくん、ジェシーくんは自分の道行ってる。絶対あそこの道だなって帰るときも。<laughs> 違う。 もうちょっと河いくんもうちょっとテンション高く拾ってほしいねはいく君自分勝手なんですかねと周りに合わせないやっと気づいたかと <laughs> 寝る時も部屋ちゃんと暗くするしねどうしたのどうしたのジェシーくん「ゴー前ング前はしてますね」とこれですよこれですよ <laughs> ブツブツ切られてますけど編集で河いくん進路に悩んでる人が多いんですよとなるほど。 みんな通る道だと思うんですけど、特にコロナ禍だと中学生ぐらいとか結構こう不安定だった大河ですかうん。海空一番わかるんじゃないですかねと。やさぐれてました大河君。中学の時。やばかったですねと。中学生ぐらいから高校の頭ぐらいまでですかねと。おお。どんな状況だと。父親が同じ仕事してるんで、うん。なんか被害妄想じゃないですけど、うん、大河君。 一緒にお仕事する先輩だったりとかスタッフさんとかがそういう目で見てると思っちゃう。まあね。父親の骨で仕事やってんだろうみたい。想像しちゃう。なるほど。どんどん肩身狭くなってそれが犯行にながってもなるほど。ちょっと正論で振り付けさんで怒られても突っかかられたと思ってお前帰れって言われたら本当に返したもんだ。え中学時代やったからよかったよねと。 それで高校入ってからは父親と共演する機会ができたりとかうんいろいろあってからなんか父親のすごいところもよりそばで感じられたりとかなるほどねそれは早く気づいたからねとかえくん自分で気づくっていうのは大事ですねとなんかジェシーくんがえジェシーくん広がったなんかきっかけ転がってるんで拾ったよ仲間の邪魔してるよ北斗くんがはいジェシーくんでストーンズの皆さんスタンバイお願いしますと言ってるけど河いくん いつも淡々として、はい、もう来た。グッドラック。さあ、ジェシー君。Hey, guys! It's a fortune to d r e a m e r さあ、6人手をたたいて、前に出てきて。はて。動きかわいいね、ジェシー君。さあ、ジェシー君。OK!Let's、okay, go! とさあ、大くん Wake up! いいねウェイの入り。Okay, OK! 世界は。おい、首をくるくる動かしながら、大くん 待ってるおーおーおーいい笑顔うんざりだねジュシーシ君ちっぽけなこれ難しいけど入れねいジュリ君いい叶えたい夢があんたさあモルメト君と北斗君出てきて北斗君にやるコー君出てきてだって笑われたってさあ北斗君カッコ悪くてもいいんじゃない今日はいい天気ほら飛び出して レッツエッシュグーラッカンファだっていつとけ最後はやっぱり笑って踊ろうぜ可愛い,いよねこの動き人生やけど渡らず行きましょここの時の北斗くんすごい動きかっこいいね大きくて風に乗ってさありのまま進めグーラクラッカーいいね メイテンも100点でも自分らすけら満点だろ。いわ君綺麗な顔だね、いつも。さあ、北斗君が後ろから来て。レディーゴー・ムービーの笑ったもんかじメイクスマイル。ふーっとすごい。ジェシー君、<laughs> ものすごい足もブルブルしたとジェシー君、すごい。ジェシー,ージ君が後ろから笑ってる。へい、まだ,だまだそんなもんじゃねえだろ。<laughs> 動き <laughs> ジェシーがもうすごく動きいし、エビバディのほら、どっち来ベイビー気分を切ろう。レッツキーボンスパイ。わ、キレイキレイ。タイガー君とジェシー君。バり笑って踊ろうぜ、ね oh, 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 oh。ジェシーね。Say、hey, you the lie.Whatever's it, I'm 明日は明日の壁に乗ってさありのまま進め。 Good and luck! There this, there this, there this, there is, 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 is. a すごい、What? 森本君最後みんなをこうね両手でうわ両手でこうみんなを紹介してましたけど全然フルではなかったですねはいずっとそういう噂を勝手に感じ取っておりましたけどもいやあのジェシー君のあの何て言ったらね 歌い回しもそうですけどこう動きの幅がものすごい大きいですね毎回毎回なんか違うことをします今日はもう足がブルブルってこうねトイレ我慢してみたいになってましたけどいやすごいなあれだから踊りは私はね全然詳しくないですけどこの引き出しの多さがすごいんですよね動きの。 ちょっとこっちからこっちにこう動くだけでも、まあ、体感がすごいいいのが分かったりだから根本的なダンスはもちろんすごくかっこよくできるんだけれどもそれプラスああいう動きでね見せてくれるそして歌の安定感っていうのはまあ昨日の「M ステ」の時にも言いましたけれども今回の方がちょっとこう落ち着いてねジェシーくんは歌ってた感じがしますけどいやーやっぱこう全体的な安定感っていうのは何回見てもまあもう動きが結構みんなねはっちゃけてたりしても。 かかなり,やっぱりこう高いいレベルで安定してるというかねそしてもう一人北斗くんも、まあ、昨日の MC のやつもそうでしたけどこうなんかねやっぱり一つ一つの動きが大きくってなんか私どっちかというとイメージとしたら北斗くんというのはそういうのもねちょっとこうクールに小さく決めるような、まあ、勝手なイメージですけどあったんですけどこれはねこの楽曲に関してはどのパフォーマンスを見ていてもなんかそこ結構大きく えー、やられてる感じがしてしかもちょっと髪が伸びてきてるからかな北斗く君色気がちょっと増してる感じもありますね。そして、えー、森本くん君、あの途中からこう2人で出てきてからねあの辺からこう声のこうなんて言うのよね 広がりというかどちらもねどっちかっていうとやっぱ明るめの声がね出るタイプだと思うのであそこで2人で一緒に歌って出てくることによってこの楽曲をこうより華やかにしてくれてるみたいなところがね、まあ、この歌割りとしても考えられて作られてるのかなというような感じでこう見させていただきましたけどもそして大河、えー、君はね、まあ、いつもながらあの安定してますけどやっぱりこうジェシー君と向かい合ってちょっとこうハモってるみたいなところなんかは非常にこう楽に そんな気張ってわーっとこうね腹筋バリバリ使って歌うという感じじゃなくて楽に出してる感覚でそのいつもよりもちょっとこうね太さを抑えて若干こう細めにしてというかねいつもに比べるとジェシー君の声と綺麗に混ざるようにしてるようなそういう細かいところまでもしかしたらこの「グッドラフという楽曲に合わせてはやってるような なんか感じもしないでもないいででももすねもっと太く響かせてなおかつビブラート入れるみたいのが大河、まあ、君の一つの声、ね、の特徴だったりしますけれどもでもそれをあんまりこうしないでわざと歌ってるような、まあ、全体的にこう重くならないように軽くね明るく歌うためにそういうふうにしてるような感じがちょっと見ててしましたけれどもねそしてやっぱり樹里君がなんかこう軽くね昨日も言ってますけども「M ステ」の時もそうですけども喋って 歌ってるように歌う、にでも歌ってるようにしゃべるみたいな,なんかこれ、まあ、音符上になかなかこう表記できないようなこうメロディーの取り方というかね、えー、歌い方になってるのが、まあ、ジュく君ならではだと思いますねきっとこういう歌い方をしてみてくださいと言われても。 なかなかやっぱり難しいですよね。メロディーきっちり音程をとってリズムをとって、そしてこう言葉をきれいに乗せてというふうに歌っていく方が、えー、方がとか歌っていく人の方が多いと思うんです。もう断然プロの歌手となったらそういう方が多いと思うんですけど、やっぱりラップをいつもメインでやってるからこそ、こうラップのようにこう喋りながら言葉をいっぱい重ねていけるところから。 メロディーに来る強みというか、えーまあ、特徴ですよねが樹君はこの楽曲で非常に生きてるような気がしますなので例えば私もこの楽曲を覚えてじゃあカラオケで歌おうってなった時にあそこをなんかこう丁寧に「まだまだだらそんなもんじゃないだろう」とか歌ってもかっこよくならないですよねあのうわまあできないんですけど、はい、今やろうとしましたけどもできないんですけどもああやってちょっとこう 喋りながら歌う技術逆にこの楽曲をたくさん聴いて私も含めて皆さんもああいうこうなんかこうラフに喋ってるようなんだけどちゃんとメロディー辿ってるみたいのはジュリ里くんの真似して歌う練習をしてみて 一人ででカラオケ歌歌ってていもそれぞれぞの歌い回し例えばジェシー君はすごく柔らかくて安定感のあるそして発音を英語の発音をすごくきれいにでその後の大我くんも優しい音でその最後着地の音なんかをしっかりとね、えー、安定させて歌う感じでその後北斗あと樹くん樹く君はだからちょっとこう喋りながら歌うで森本くんと河内くんはちょっと明るめに口角を上げて歌うで北斗くんはどっちかというとこう。 あの低めの音の成分がね、えー、響く人なのでちょっとこうクールに歌ってみるみたいにすると一人ストーンズの出来上がりですよ、はいまあ、言葉で言うのは簡単ですけど本当にそうやって歌うのは難しいですけどただそれをまあ逆に言えばそれだけ一人一人の歌声の特徴が一曲の中でもこういうね明るくて楽しい楽曲の中でも自然とこういうふうに出てくるぐらいそれぞれもう自分たちの歌い方というのが しっっかりと、えー、固まててきて個性としてね魅力として出来上がっているでその6人がサビでまとまって歌った時にギュッと集まってまたね6人のストーンズの歌い回しであったり声にもなるというですねうーん本当に魅力的だし、えー、なんか私はまあ特にねたくさんストーンズ見てるからってのもあると思うんですけど見応え聞き応え十分の えー、パフォーマンスになっていると思いますし、うん、なんか、まあ、昨日「M ステを、ね」を先に見ちゃったのでねすごくおとなしい感じされてしまいましたけど <laughs> あれどんどんこれからまたいろんな番組で歌っていくと、M、ステ化していく可能性ありますよね、えー、歌のもちろん歌い回しもそうですけど動きとかね、えー、フォーメーション的なものとそれからこうテレビの前でやっていく回数が増えていくと当然慣れてきますから。 えー、より遊び心がねこう出てきて一体どこまでこうふざけにいけるんだろうかという。 えまあでもそれもね根本がうまくできてるからこそのこう余裕というねそういう部分がきっとありますからデビューしていきなりはまあできないことだと思いますけれどもそれもね成長の一つということで非常にまあ毎回パフォーマンス見るのも楽しみですけれども今回はこんな感じで「少年クラブ」でのえグッドラックのパフォーマンス見させていただきながら勝手に思うままにお話をさせていただきました。皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。